北緯36度4分46.8秒統計139度43分23.2秒北緯36.079667度統計139.723111度36.079667139.723111浅間神社は埼玉県沙って市北2丁目4の28に所在する神社であるこの浅間神社は 木花咲夜姫命を祭人とし創建は明らかではないが1859年6月に再建されており、1873年4月に尊者に指定されている。別説では1862年に、薩手塾の豪商である長島屋により創建されたとも伝えられており、1876年に再建されたともある。 境内地面積は180坪から200坪となっており、祭礼は6月30日、7月12日、12月12日とされている。また当神社は安産守護神として知られ、6月30日、7月1日の両日には、初山という神事が催されている。初山とは、子供の健康を願う神事であり、その年に生まれた乳児を参詣させ、額に神社員を押してもらい、 ネギ、うちはタ切れ飴を購入するというものである。ネギは、節のない子に育つように、うちわは,は、子供が無事に夏を過ごせるように、短切れ飴は、富士山の本社を訪れる際、喉が楽なようにという願いが込められている。この神事では、去って市内からのみではなく、近隣からも参拝者が来る。同様の神事は、隣接自治体である。 久喜市の御嶽神社においても行われているが、久喜市から東浅間神社に参詣に来ることもある。境内社として、稲荷神社、三宝神社、小御嶽石尊大権園、大宝神社が祀られている。境内施設として、本殿、鳥居、阿行と、雲形の狛犬一帯、灯籠、案内板、長寿社、境内社、武蔵国武衆去って宿浅間神社と掘られた、標柱。 水神宮と掘られた石碑、青年金剛像、観世音菩薩と掘られた石碑、猿田彦大臣と掘られた石碑、社務所新築記念碑と掘られた石碑、道路工事記念碑と掘られた石碑、浅間神社再建碑と掘られた石碑、高神灯と掘られた石碑、水道、力石、伝統、欅の木、胃腸の切り株などである。ありがとうございます。